弾いた曲はアントニオ・ビバルディが作った作曲した曲なんですね。この曲は僕たちにバイオリンを愛する人に対してそのバイオリンの愛とはこういうものだっていうなんかとっても心の奥に届くメッセージを含んだ曲なんですね。ですから僕たちは新しい楽器を作って最初に弾く曲は大体僕はいつもビバルディの曲を弾いてるんですね。なんかこうバイオリンをこよなく愛したバイオリンじゃないと出ないようなそういう旋律を僕たちに与えてくれる、これが僕はビバルディの良さで、この曲を弾くと大体どの鳴らない楽器でも納得くれるんですね。それから弾き手の方にも新しい楽器を弾く喜びを与えて、さすがにビバルディっていうのはこの愛すべき人だっていうふうにいつも感じてます。それで今弾いた楽器っていうのは一等世界第一世界大戦が始まる最中の中で作られた楽器なんですね。でこの楽器は非常に今見てみると大きなことを多くのことを僕たちにメッセージとして伝えてくれてます。でそれは何かっていうとやっぱりこの本来ものがあるべき姿っていうのはこういう形なんだっていうことを非常にこの的確にこの形の中に閉じ込めてるんですね。ですからあるやっぱりそういう思いがある人に対してはそれが伝わるし、それがない人に対しては伝わらないっていう、なんか人間をこう性別していくような力がこのいい楽器の中にあるっていう、これは不思議な楽器なんですね。つまりその僕たちが楽器を選んでいるように見えながら実は楽器に選ばれてるっていうね、なんか とってもお金を出せばその人のものじゃなくて違う意味として楽器がその人を選んでいくっていう、そういう、だからこの楽器って多分またそういう人が使ってくる楽器になっていくと思うんですね。でこれがなんか人間の遺産の中の遺産中の遺産っていうのはその人が決定することじゃなくて価格にしても何にしても楽器自身が持ってる力っていうものを僕たちがもう一回このカントが言ってるもの自身っていうその自身にこの気がつくっていうことが今とっても大きな僕たちに課せられていることだと思ってるんですね。でそういう意味では楽器っていうのは非常にこのいろんな楽器がいろんな時代に作られながらその時代その時代で僕たちにこうメッセージを残してくれるっていう、なんかその辺が僕にとって非常に新しいし新鮮なことなんです。楽器 その楽器を作られた方のお名前と、はい、時代背景を教えてください、はいはい、これはこのミラノにいたその有名な一派があったんですね。これはその第一次世界大戦の頃にその楽器作りとしてのいい時代を迎えたにもかかわらず、まずスペイン風邪が大流行してヨーロッパでは5000万人の人が死んだんですね。それからそれと同時にとっても今まで経験したことないような戦争が起こりましたね。それでこれはこの戦争ってのは今までの戦争とまっきり関わった、まず最初にこの強力な爆薬ができたっていうことと、それから新しい飛行機だとか、それから戦車っていう、それからこの飛行船だとか、今まで経験したことないような中でも一等ひどかったのは毒ガスですね。でイタリアの戦争っていうのはそういう 毒ガスによって多くの人が死んで、その無もたらしさっていうのは僕たちが 目を見張るようなその人間が死んでいったっていう、でそういう中でこの明日のことを知れずに作り出す人間のこのエネルギーっていうのは僕はねすごいものがあるんだと思うんですね。その僕たちはよくハイドンの遺作だとかベートーベンの遺作っていうそういう曲を弾きます。でもそれはベートーベンが最後に作曲したことを遺作として僕たちが遺作って言うんですけど、でもこの 人たちっていうのは明日っていうのは毒ガスで死んじゃうか分かんないし、スペイン風邪で死ぬか分かんない、その中で今日一日精一杯作っていく、でこれが途中で死んだら完成しないんですね。でこういうことが本当に遺作だと思うんですね。だから僕たちが何でもなく豊かな時代でこの3食昼寝付きでできるような時代にはこの遺作なんてのは考えもできないですね。だけどそういうふうに一旦この明日の命じゃなくて今の次の瞬間の命が保証できない時に作るもの
っていうのは非常に多くのメッセージを含んだもの、それからもっと大事っていうのは自分が生きたことの証を作品にしていくっていう、これはそういう時じゃないとできないような、つまり精神性の問題がこの関わってくるんですね。ですからこういう人が作ったものっていうのは経済性の問題より自分が生きていることの実証っていうことが大事な意味としてあるんだと思うんですね。でこの頃イタリアのこのコロナが、いやスペイン風邪が終わって第一次世界大戦が終わった時のインフレ失業率、それから 農村の疲弊っていうのはこの日本も経験したんですけど、それよりもっとひどい状態で、楽器なんてつけても満足の値段で売れるような時代じゃないにもかかわらずいいものが生まれていったっていうことが、それで僕はこの8月にイタリアで作った楽器も何本か手がけ、それからフランスでイギリスで世界中の人がこの時代にもかかわらずちゃんといいものを今残していくっていう、この人間の信頼に足りるっていうところがそういうことだと思うんですね。でここにチラシがあるんですけど、その100年前の作曲家が残した曲をこの弾いてみようっていう、これサンサンスを通して100年前を知ろうっていう、つまりこの一等困難の時にも人は美しい曲を作って、このコテニサンサンスの曲ってのは美しいんですね。文句なく美しいで、文句なくひどい時代に文句なく美しいものを作っていくっていう、こういう人間そのというより、そういう時代だからこそこういうサンサンスの美しい曲が生まれるっていう、なんかこの人間が持っている二律背信的な意味っていうのはとってもこの注意して見る必要があると思うんですね。でそれに引っかかり、今その僕たちも同じようにコロナの中で世界中の人たちが困難に直面している中で、一体僕たちが今何を次の世代にメッセージとして残すかっていうことがとっても大事な時代だと思うんですね。でこの間ダビデさんのメッセージを見ている中で咀嚼っていう話が何回か使ってるんですけど、確かに今を生きる我々はもう今起こっていることを十分に咀嚼すべきなんだけど、その上に僕はこの今回のこういうその事態を見て、その100年前にこの困難の中の人が咀嚼して ためたことをもう一回自分たちのこの肉体を通してこの胃から牛が出すようにもう一回この反芻して先人の知恵だとか残したものをこの咀嚼し直すっていう、そういうことがないとね、文化っていうのは咀嚼から僕は始まっていくと思うんですね。だから咀嚼の上に今度は反芻っていう、先人の残したものを反芻するっていう、そうするとこの楽器を見ててもいろんな反芻すると見えてくることが多いですね。さっきのビバルティの曲にしても何しても、なかなかこう通り一遍に上のさらっとなでたようなとこからはこのいいものが見えてこないっていう、だから反芻だとか咀嚼っていうのは非常にこう大事な歴史な、その味わうための、それから歴史に学ぶ、そういうことじゃないかと思ってですね。今のバイオリンの特徴を教えてください。この時代作った楽器の特徴っていうのは非常に板が厚いんですね。だけどこれは板が厚いっていうのは非常に演奏家にとっては酷な道具なんですね。この自分の思うように なってくれない、操作させが非常に難しいんです、こういう楽器は。だけど100年の後になると木っていうのは乾燥してきて非常になりやすくなるんですね。ですからこういう人たちが見てる先っていうのは今の売れるか売れないかっていうことじゃなくて、100年先にどういうふうなこの楽器が成長していくかっていうことを見据えての制作なんですね、はい、だけどそれに比べて今の製品っていうのは来月いっぱい売る目標を立てて、それに対してコマーシャルしてものを売っていくっていうのと真逆な考え方なんですね。だけど僕たちはこの資本主義の
消費世界だとか宣伝のによって自分の立ち位置すら怪しくなっていく。でそのこういう楽器っていうのは近くでは非常にこの音が静かなんですね。だけど遠くのホールの後ろまで音が通ってくれて、そういうなんかこう本来楽器に要求すべきことをきちんとするためには非常にやっぱり時間っていうものだとかそのいろんな制約の中で分かる人にしか分からないような世界で作られてるってことがね、この時代のだから僕は思うには困難の時代になると人間が持ってる本当の良心だとかそういうことがよく出ると思うんですね。